だ, だいぶごまかしましたが、魔王花馬が3連勝。さあ大丈夫、苦しい全部フルカウントではあるんですけどね。まあ俺も6A ジェイコ法天神、残影が 6C タジディーガーのちょっと前入れで劣勢かですか。ああよくできなくて、今回長谷川に今から入りたくないって言ったら普通に長谷川できる、それで俺がダメだってことがよく分かりました。少し前歓声つけたね、その劣勢かじゃないと動かないっていうのはね、地味に難しい。あーっと、タジディシャガシーじゃなかったんでね、今タジディディメリカ取れてしまいました。アデスジャンビーにバーストセーバーガード、アデスもガード。さあ 6D やってるところに前ジャンプジャンニシーを通していって、一方選手したのは狭間。もう嫌ですよ。レベル2アクション、決まってください。どうでしょう。さあ熱波はダメに拾われちゃいます。結構ダメージ伸びちゃう。スパイダーレッジを切り返していくが、まあハーデスは立つ。これですね、下のパンタッチビーでしっかり反撃。6B が飛び越えられる。さあこれが多いですね、前入れ系を全部飛び越えていって、じゃあ西かな、じゃあ高天地。さあダメージで締めない、危ない。シエープレッシャーある、この頭。アデスここで通るが、うっと立ち火が当たらない。イカガが当たってしまいました。ジャバキが通って、さあ魔王ハザマが4連勝。わからせリーチとなります。Ragnar the Blood Edge. Turning. Rebel 1. Action. Counter. さあ開幕タッチミーカウンター。おお、しっかり決めていきますね。ハイジャンプでもいいのか。なるほど。上げ上げる。おお、うめえ。ダイガの透かし、しかもところに。ダッシュ差し込んでいきました。さあ、バーストしていた、ラグナ。中断。ロングビーバグっていかがる。アデスはロングビーバリがしていなかった、引っかかったところにしっかりバグリーになっちゃうからのジャンディ決めて、一本選手したのはラグマ。さあ簡単コンボですが2500、ヘッドスパイクで押す。落とすね。あはー、屈伸カーン 6B。
ニオキはダメですよと、ナガビシーディバイダー。さあここで一気にストレートでダイソーが初の勝利、4-1 です。ゴタテはなんとかしのげました。さあ続きまして第6戦目です。以前魔王大幅有利はまあ変わらないわけですが、魔王あと1勝、タイソンは4連勝でようやく分からせということになります。さあ2勝目いけるかというところ。 The wheel of fate is turning. Rebel 1さあ今度は安いもののというか、あっとジャンリシー当たった。じゃあこれ繋いで、さあ怪しい動き、あー S さあまだ分からない、呼び立っている。あーっと、あそこまで走ってもしっかりコンボになってましたね。ディガセにディバイダー、めくりディバイダーじゃない、まあいいや、いい加減しつこいね。どうしたこれはたまに言うからいいんですよ。レベル2アクション。これはすぐめくりディバイダーで口をついて出てしまうということなんですよ。決まりますよ。自分では何てらしいやつの最後は思ってないわ。来ました。バーストが始まって、これ最後パターンで、ね、6位バースト。さあ、立ち入ってしまう。じゃあ、ゴーテンジブレー、つないでいって、これは残らないか、残った残って、ジャンシーがテックで当たる、嬉しい。さあシャガパンシャガパン、1-1でファイナルラウンド。さあクーナゲもう一回来た、クーナゲおまわりですね。さあロッシーが立ちに動いたところに立ちにが当たる、あそこスライド 6A、 この辺はうまい。よしカウンター、これは新発生間に合わなかったが、コンボミスってしまって完全アルファハナマバスト急投げ、なんとステタチーが当たらない、ステが出ない。あ、シアセージャン A からジャゴデに繋いで、これはミスらないですね。はい、というわけで本日のこういう分からせバトル、魔王ハザマ対タイソンラグナは 5-1 で魔王ハザマの勝利となりました。お疲れ様です。